Alive, 私の言った通りになりましたね、ピクシス司令。迅速な対応に感謝いたします。全兵団に一切の抵抗を禁じ、我々の要求通り、ここシガンシナクに兵士を集結くださるとは。脊髄液をもらえたのであれば、残された手はあるまい。いつ巨人にされるやもしれんのだ。人払い済みのここ以外に我々を収容できる場はなかろう。幾人もの仲間に背中から銃口を向けられてはなすすべはない。お許しください、司令殿。息子ともどもワインを口にしてしまいました。どうやらより早く願えるほどより良き立場につけるらしいよ。誇らしげに巻きつけておられる白い布はイエガー派だと堅持する勲章じゃな。ならば赤い布は脊髄液入りのワインを服用したと知らされ服従を強いられたものか。そしてまんまとワインを飲み何も知らされなかった大半の間抜けは黒いのが。 Oh my god. I mean, it's like just like in Marley. まあ、が似ておるの。うん。お主らの生まれ故郷もこのようにして支配されたのではないか。 Oh my god. Why did you do the same mistake? 敵から学ぶことは多い。敵の増やし方も学んだようじゃの。味方になることを拒んだのは、あなた方ではございませんでしたか。果たして花から毒を持ったワインを振る舞う客人を信用しなかった我々は賢明であったのやら愚かであったのやら。あなた方は愚かにも賢明でした。最初から私たちとジークをただ信じていればとうに世界は救われていたというのに。これよりジークとエレンは接触し小規模の地ならしを発動させ世界の国々に今後50年、島には手出しできぬと思い知らせることが計画のはず。No. 救われるのはこの島だけではないのか。すべてが遅い。ジークは十分あなたたちを待った。その慈悲に対しあなたたちは寝首をかこうと応じた。ジークは世界を救う神でありますので罰が下ることでしょう。 He's not a god. アルミ、巨人の力でここから出ることはできるか。できない。この町を吹き飛ばすことしか。超大型巨人はそんな器用なことはできない。エレンのようには。お前はなんでエレンにタコ殴りにされたんだ。そろそろ話してもいいだろう。イカサは言葉で傷つけたから、僕から手を出して殴り返された。どんな風に。それはやめて。もういい。いや、よくねえよ。どう傷つけたのか話してくれ。おい、もう十分だろ。じゃん、やつは完全にクソ野郎になっちまったってことだ。一番大事だったはずの二人を意味もなく傷つけちまうほどもう我を失っちまった。やつが正気だとしたら何の意味もなくそんなことをするとは思えない。何かそこにやつの真意があるんじゃないのか。お久しぶりです、シガンシナの英雄の皆さん。うまくことが運んで気分がいいだろう。エレンはお前を介してジークの思い通りに動き、マールを襲撃させ、エルディア国民の支持を得て、脊髄液入りのワインで兵団を支配しまったんだからな。島を発展させただろ。100年遅れのこの未開の島を。ああ、お前らが快適に暮らすためにだろ。島の統治者となるお前らが。騙された奴が負けた。たったそれだけのことだ。クリズ。They did it for like a clan of Z. 僕に昇格したみてえだな。この乳首野郎。バカか。悪魔どもに肩入りして恨みったのはお前だろ。なんだと。悪魔の末裔の芋くせえ女なんぞに鼻の下伸ばしやがって。てめえ殺すぞ。よせニコラ。俺に毎晩あの女のこと聞かせやがって。They, oh my god, I wanna cry. It's like the situation when they all. あのバイトの汚れた。お。エレア。彼の非礼をお詫びいたします。もうあなた方を悪魔と罵る輩はこの島に必要はありません。そして信じてください。我々の真の目的はマーレーの復讐などという空虚なものではありません。世界から憎しみの連鎖を断ち切り、エルディアとマーレでさえも救うことが目的なのです。包み隠さず、すべてをお話しします。世
世界を救うジークの秘策、They can know. 安楽死計画のすべて。よう、サシャを殺したが。And you know. 何のよ。ファルクを助けたかったら協力しよう。About Mikasa and Armin. 無線で助けを呼んでもらう。壁内の侵入者が反応を示すようにな。動かないで。ガビも静かに。ピークだ。静かに。あ、ピーク。君がエレン・イエラ。ガビ、そのライフルをエレンに向けて。エレン、ポケットから手を出して。従わなければどうなる。引き金を引く。あなたの脳みそが床に散らばる。見たことない。巨人になる暇なんてないよ。Maybe they will plan something now. まだ撃たないのか。今引き金を引かないなら何しにここに来た。始祖の巨人を殺すことは許可されてない。命令は必ず始祖を奪還せよだ。この世に及んでも、あんたは一旦巨人になってから俺を生かしたまま食わなくちゃいけない。だろう。ガビ、引き金から指を外して。重大な軍規違反のツケを払うのはあんただけじゃなくて中央区の家族も一緒だ。はい、撃てません。あなたを食べることも本当無理あると思うし、どうもね。フェリックス様、私が侵入してきた時の巨人の足跡が見つかっちゃったんでしょ。手を撃たれる前に懐に潜り込んでやろうと思ってここまで来れたのは良かったんだけど、でも撃てなかった理由は他にもある。あなたが始祖の力を使えたらマーレを倒せるんじゃないかと思って。賞賛もなしに全世界を敵に回したわけじゃないんでしょ。でも賞賛って始祖の力以外に何かある？ピクソン、何を…マーレ及び世界から支配されているエルディア人の会を今すぐ私の家族を収容所から出してあげたい。マーレを皆殺しにできるのなら私は何だってやる。ピクサモン、私たちは何のために戦ってきたの？善良なエルディア人だと世界から認められたらいつかエルディアを解放されるんじゃなかったの？ It's their country, it's their blood. あなたも地域と同じ裏切り者なの？ガビ、私たちはマーレ人、エルディア人、何だと私たちは名誉マーレ人。違う、私たちはユミルの民。これだけが逃れようのない事実。私たちは巨人になることができる人種。スラバ要塞で。Especially with no ユミル。巨人の力はいずれ通用しなくなる。善良なエルディア人であることを証明し続けても、私たちが解放される日は来ない。私たちは力で人権を勝ち取るしかないよ。証明しろ。あんたがこっちに協力するって。この町に潜む仲間の位置を教える。どうやって？この建物の屋上に行けばすぐに指をさせる。いいだろう。子供が生まれなくなる。そうです、それがジークの安楽死計画。この世から巨人がいることで存在する苦しみが生じなくなるのです。ゆっくりと安らかに。いや待て、安らかなもんか。ユミリの民が消滅するまで人口が減り続けたら国の晩年は老いぼれしか生き残らなくなるんだぞ。幸いにしてヒストリア女王は世継ぎを授かっております。その子が天命を全うするまで数名のユミリの民が始祖の巨人を継承する。かの兄弟はこの先何千年も語り継がれる象徴となるのです。古代の神々がそうであるように。そして二人は死後も救世主として人類を照らす太陽となる。どうされましたか？そのような尊いお考えがあった。ねえ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 、感動いたしました。ねえ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 、嬉しい。 He's acting。 あなたにも分かっていただけて。イエラ、マズビー、すぐに来てください。侵入者が。なんだ、騒がしくなってきたぞ。私はあなたたちの仲間になれたってことでいい？
あんたが他の侵入者を差し出せば。I think she has a plan too. I don't know. I cannot trust no one. その子は粉々だ。あの小柄な女がマーレの陛下味方だって。よろしくね。ファルコはどこにいるの？ファルコもここにいる。うん。が、ジークの脊髄液を口にしちまって。あなたになら特別な能力の秘密も話したんじゃない、うん、例えばその秘密が始祖の巨人の力を引き出すこととつながっているとか。エレン、あの女を信用するのはあまりにも危険です。ああ、信用していないが、あの女も同じだ。うん、示せ、敵はどこにいる。ライナー。